55、56、57、58、59、60。プランクはこれで終わりだね。体も温まってきたし、そろそろ薪わら家に入りましょうか。うん、そうだね。懐かしいね、この感じ。1年生の頃はよく2人で並んでやってたよね。そうね、引き分けの動きがなかなかできないから朝比奈さんによく助けてもらったのよね。あの頃の日の森さんは本当に忙しそうだったから、写法を覚えるのも大変だったでしょ。本当にあの頃はお仕事ばっかりで。でもそんな私がこうやって弓道を続けられたのも朝比奈さんのおかげだわ。ありがとう。そんな風に言ってもらえて嬉しいな。でも私はそんなに大したことはしてないよ。そんなことないのよ。朝比奈さん、覚えてる？1年生の新人大会の前、私の練習を見てくれたこと。1年生の新人大会の…そういえば新人大会の少し前、ここで一緒に練習したね。ええ。あの時朝比奈さんは私に、ここに来ると心を整えることができるって教えてくれたわ。ただ弓を引くことに集中すると、いつの間にか心が静かになってるって。あの時、朝比奈さんの言う通りに心を落ち着かせて、矢を当てることができて、私、とても救われた気持ちになったの。救われた？ええ。あの時の私は、本当にいっぱいいっぱいだったから。期待をかけてもらってるのにお仕事をちゃんとできなくて、事務所を変えた愛梨ちゃんのことも心配なのに何も力になれなくて、どうして自分はしっかりできないのかしらってずっと自分を責めていたの。でも朝比奈さんが心を整えることを、ちゃんと前を向く方法を教えてくれて、だから私はただこの一射、この一瞬のために全力を尽くそうって思えるようになったの。そうだったんだ。でも私は思ってることを言っただけだよ。あの時日の森さんが救われたって思ったなら、それは日の森さんが努力したからだと思うな。私はただきっかけになっただけで。そうね、今の私がいるのは自分自身の頑張りもあったからだと思うわ。でもやっぱりあの時折れそうだった私を助けてくれたのは朝比奈さんだったから、だからありがとう朝比奈さん。うん、どういたしまして。それでね、朝比奈さん。あの時、朝比奈さんに助けてもらったように、私も朝比奈さんの力になれたらいいなって思うの。え？実は少し、気になっていたの。この前、話をした時、朝比奈さん落ち込んだような表情をしていたから。それでね、その時に思い出したの、新人大会の後に見た朝比奈さんのこと。雪の中、
一人でずっと練習していて、それがすごく危うげな雰囲気で、ちょっとだけ思ったの。朝比奈さんも何かに悩んでるんじゃないかって。心を整えてもどうしようもないくらい辛いことがあるんじゃないかって。急にこんなこと言ってごめんなさい。私がただそう感じてしまっただけなんだけれど、少し心配で。だからもし苦しいことがあるならいつでも言ってほしいの。あの日朝比奈さんが助けてくれたように、私も朝比奈さんの力になりたいから。日の森さん、力になりたい。心配してくれてありがとう、日の森さん。でも私は大丈夫だよ。この前のは、そろそろ受験シーズンだなって思って少し気が重くなってただけなんだ。それに一年生の頃は新人大会で4位に終わったのが悔しかったから、ピリピリした空気になってたんだと思う。あ、でも、そうなの？うん。だから心配しないで。そう。ごめんなさい。私、勝手にあれこれ、心配しすぎちゃったみたいね。ううん。気にかけてくれて、すごく嬉しかったよ。ありがとう、日の森さん。そんな、私は。そうだ、巻き藁打ちまでやったんだし、二人で勝負をしない？え？二人でやる機会ってあんまりなかったし、どうかな？え、そうね。せっかくだし、やりましょうか。決まりだね。あ、その前に少し、お手洗いに行ってくる。わかったわ。やっぱり、私の勘違いだったのかしら。でも、私が見た、あの顔は。